皆さんこんにちは、なまはげゲームズです。今回は条件付きで弾薬を消費しないレイピアの取得方法についてご紹介させていただきます。このレイピアなんですけども、敵に当て続ける限り弾薬は消費されないが、一発でも外すと残りのミッション中はその銃を使用できなくなるという性能がついた特殊な銃になります。かなりピーキーな性能なので、実用性があるかというとあんまりないのかもしれませんけども、一応ね、無限弾薬になりますので、コレクターズアイテムとして取得してみてもいいかなという感じですね。さて、取り方なんですけども、午後のウップダームのモキシという場所で時間内にゲームをクリアすることで取得することができます。場所はここですね。入り口の横になんか人形みたいなのが飾られているので分かりやすいと思います。で、準備としてこの時スラブのシフトとエーテルを装備していってください。消えるやつとワープするやつですね。シフトのアップグレードにはエアボーンとリーチを装備してください。エーテルの方は何でもいいと思います。移動速度の上がるトリンケットなんかも装備しておくといいと思います。あと超能力、使える時間が伸びるパワーみたいなトリンケットがあるとなおいいと思います。中に入るとですね、レーザーをかわすゲームと床の光る場所を踏んで奥のスイッチを押すっていうゲームをすることになりますので、それをですね、時間内に全てクリアすることで取得することができます。時間をかけてしまうと最後の商品であるレイピアが取れないので注意してください。攻略のコツなんですけども、青いレーザーに関してはエーテルで姿を消して進むといいと思います。パワーが足りなくて途中までしか行けない場合は一旦解除して、パワーが1溜まったらシフトでね、もう奥までワープしてしまうといいと思います。トリンケットなんかで調整すると最後までエーテルで進めるかもしれません。ここもですね、姿消して真ん中ぐらいまで行ってシフトで飛んで攻略しています。シフトにですね、エアボーンがついているのでジャンプした状態で少し待機できると思いますので、それでね、焦らずにやればうまくいくかなと思います。で、光る床の方はシフトで飛んで光っている場所の上に降りるっていうことをするんですけども、次に光る場所を予測して飛ぶといいと思います。光っている場所に向かって飛ぶと時間差で光が消えてしまうことがね、多いんですね。着地したらすぐジャンプしてまたシフトを発動するっていう感じですね。エアボーンがあるので空中で少し浮くことができますので、ここも焦らずにやってみてください。ワープするときは気持ち下の方に向かって飛ぶと天井にぶつからなくていいと思います。最悪ね、タイミングさえ合えばなんですけども、もうね、シフトで飛ぶだけでも行けたりはするので、まあ、最悪はね、エーテルなくてもいけるかなという感じです。はい、見事にゲットできました。時間切れになってしまうとこのレイピアを没収されてしまうので注意してください。時間切れになってしまった場合はメインメニューに戻るということで、その時間帯の最初からやり直すことができるので、もう一度頑張ってみてください。あと、これ余談なんですけども、この時間帯のウブダームではスナイパーライフルも取ることができるんですね。なので、この武器とスナイパーライフルと両方取りたいっていう場合は武器スロットを2個開けていくことをおすすめします。ということで、なまはげゲームズ、無限弾薬効果のついた特殊レイピアの取り方についてでした。お役に立ちましたらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。それでは皆様、良きゲームライフを。